ガージャール朝時代にアドルフ・シュティーラーにより描かれたイーランとトゥーランの地図トゥーラーン、またはツランはペルシア語で中央アジア付近の地域のこと。トゥーラーンとはイラン神話の登場人物トゥールに由来し、トゥールの土地という意味である。またトゥーラーン人はアムダリア側以北に住む民族で。トゥーラーン人はゾロアスター教の根本教典、アベスターに登場するので、 紀元前15世紀頃にはいたようである。古代のトゥーラーン人は、イライ系民族だったが、6世紀頃から7世紀頃、アムダリア側の北にいるトゥルク系民族を指すようになった。11世紀に書かれたシャアナアメでもイラン神話を踏襲しつつも、文化的にはトゥールはトゥルク系民族としており、中央アジアで古代のイラン人とつながりのないトゥルク化が徐々に進んだという説もある。 20世紀の西洋では、トゥーラーンは中央アジアを指すようになり、アルタイ書語及び、ウラル語族系民族を表す、イデオロギー的な用語として使用された。トゥーラーンは人名としても使用され、中東地域で一般的に見られるせいである。ジャコモプッチーニのオペラ、トゥーランドットもこれに由来する。アベスタートゥーラーン人に監視現存する最古の記録は、 約2500年前に構成されたアベスターのフラワシのヤシトに見られる。アベスターには様々な部族の名前が記されており、彼らは互いに近い地域に暮らしていた。ガラルド・ノーリー教授によれば、ヤシト人、アーリア人、トゥーラー人、セリマス。アベスターの賛美歌によれば、形容詞系であるトゥールヤーは、フララシアンのようなゾロアスター教の様々な敵と関連性がある。 トゥールヤーという単語は、ガーサースには1回しか現れないが、アベスターの後半部分には20回も登場する。トゥーラン人はアベスターにおいて、セリマスやセニス、ダスよりも、より重要な役割を担っている。ゾロアスター自身は、アーリア人に広く受け入れられたが、彼は、周辺地域の他の部族にも説法をして回っていた。メアリー・ボイスによれば、フラワシのヤシトでは、 アーリア人の間だけでなく、トゥーラーン人、セリマス、セニス、ダスの間でも、正しい男女のフラワシが褒めたたえられている。また、彼らの個人名には、イラン系民族の特徴が見られる。トゥーラーン人とアイリアの間の敵対は、フラワシのヤシとでも示されており、そこではフラワシは、トゥーラーン人の集団に似た、ダナスに対する戦争の援助を提供していると、言われている。 したがって、アベスターでは、ゾロアスター教を信仰するようになったトゥーラーン人もいれば、拒否した者もいた。ゾロアスター教の古代の拠点と同様に、トゥーラーンの正確な地理や場所は不明である。アベスター後の伝統においては、トゥーラーン人は、アムダリア側以北の地域に住んでいたと考えられており、アムダリア側は、トゥーラーン人とイラン人を分け隔てていた。 イラン人との絶え間ない構想に見られる彼らの存在は、独立した国家や、祖国の、アベスターやシャーナーメに見られる、トゥーラン人の一般的な名前には、アフラースイアーブやグライスラ、ビデラフシュ、アルジャスパ、ナムフアストが含まれる。アベスターに現れるものを含めた、イラン系民族の名前はアベスターに現れる、個人名の語源に関した、概説書、イロニシャスパシネナメンブク、 アイ、ディアルティロニションラメン、ファシケルエル、ディアベスタスケンラメンの中で、マイアーホーファー教授により研究されている。サーサーン朝後期と、初期イスラム帝国時代歴史における、遊牧系民族による、北東部の境界への継続的な侵入により、トゥーラン人の記憶が生き続けることとなった。6世紀後、他の部族により西へと追いやられた、トゥルク系民族は、 イラン系民族と近接して暮らすようになり、トゥーラーン人と認識された。トゥールク系民族をトゥーラーン人と識別するようになったのは7世紀前半、五郎とされている。トゥールク系民族は6世紀にイラン系民族と初めて接触した。C.E. ボズワースは以下のように述べている。イスラム時代初期、ペルシア人はホラサーン北東部と フェルドースイーのシャーナアーメでは、フェルドゥンの息子トゥールに割り当てられた土地とみなされていた、トゥーラーンの地域にあるアムダリア川より手前にあるすべての土地を自分たちの土地と考える傾向にあった。トゥーラーンの住民には、トゥルク系民族が含まれていた。彼らは、イスラム帝国建設以降の4世紀の間は、本質的に、ヤクサルテソ川を越えた地域で遊牧生活を送っていた人々であり、 彼らの領土をさらに超えた地域には中国人が住んでいた。その後、トゥーラーンは民族的、地理的用語として使用されるようになったが、この用語には常に曖昧さや矛盾が含まれていた。これはイスラム帝国時代を通して、トゥーラーンの土地はアムダリア川を越えるとすぐの地域であり、同時にその下流域はソグディアナ人やホラズム人のようなトゥルク系民族ではなく、 イラン系民族である人々の故郷であったという事実から生じている。トゥルクという単語とトゥーラーン人という単語はイスラム帝国時代にほぼ同義語として使用されるようになった。シャーナーメでは2つの用語を同等なものとして使用している。タバリやハキームイランシャーを含む他の作家もこれに続いている。はっきりとした例外としてアラブの歴史家。 アブルハサンアリーイブ・ン・マスディーがおり、彼は、アフラース・ヤーブは、チュルクの土地において誕生しており、歴史家や非歴史家が彼を、チュルク人であるとみなす誤りを犯すのは、これが理由である。と述べている。10世紀までに、アフラース・ヤーブの神話はカラハン・アサに取り入れられた。サファビー朝時代には、シャーナーメから続く使用法の伝統により、トゥーラーンという用語は、サファビー朝と対立する。 ウズベックハン国の領域を指す用語として用いられた。複数の言語学者が、トゥーラーンという単語は、インドイラン語派の語根トゥーラタイを意味するに、由来していると述べており、パシュトー語で、トゥーラーンは、剣士を意味する。他の関連として、コペルシア語で、トルが指摘されており、これはシンペルシア語の、タール、パシュトー語のトルとの関連性がある。このケースでは、R、や、 シャーナーメペルシアの女ョジシ,シャーナーメでは、イーラーンが、アールやアーリの土地を意味するように、トゥーラーンという単語は、イラン東部の境界、アムダリア側の対岸より先に居住する住民を表していた。シャーナーメに収録されている、創世神話によれば、フェリドゥーン王は三人の息子を設けた、サルムとトゥール、イーラジュであり、彼らは世界を三分し、小アジアは、 サルムにトゥーラーンはトゥールに、イーラーンはイーラジンに与えられた。兄二人は一番年下の弟を殺害したが、彼らは弟の孫により復讐され、イーラーンの支配者となった。しかし、シャアナーメでは戦争は世代を超えて継続されたと記されており、トゥーラーンという単語は約150回使用され、イーラーンという単語は約750回使用されている。 シャーナーメには以下の文が記されている。トゥーラーン軍の剣士の多くは砂、海、山脈を見たことがない人々だ。力強い肉体を持ったロスタムはトゥーラーン軍との戦いに赴いた獲物を見つけた表のごとく。地理20世紀初頭よりトゥーラーンという単語は西洋諸国の言語において中央アジアを表す一般的な用語として使用されてきた。 トゥーランプレーンやトゥラン。言語現在はほとんど使用されていない。トゥーラン人という用語は以前は、ヨーロッパ人、特にドイツ人、ハンガリー人、スロバキア人の民族学者、言語学者、ロマン主義者により、非インドヨーロッパ語族、ヒセム語派、ヒハム諸語の言語。特に、アルタイ語族、ドラビダ語族、ウラル語族、日本語、朝鮮語。 その他の言語を話す人々を表す語として使用されていた。フリードリヒ・マックス・ミュラーは、トゥーラン人の言語系統を異なる語派に分類した。北部もしくはウラルアルタイ系統として、ツングース諸語、モンゴル語、トゥルク諸語、サモエード諸語、バルトフィン諸語に、南部方言として、タミル語、カンナダ語、テルグ語、マラヤーラム語などのドラビガ語族を分類した。諸語は、 トゥーラーン語族からの派生言語に分類された。これらはミュラーの仮説であり、現行の言語学上の分類とは異なる。ミュラーは中国語は北部と南部どちらに属するかということも考察の対象とした。ドラビダ語族、ウラル語族、アルタイ語族の間の主な関連性は類型的なものであると考えられている。ブリタニカ百科事典によれば、 言語の歴史的な研究において考察された語族については、文法構造に見られるある種の支配的な特徴を共有していることを挙げることで、極端に独立した言語分類と混同するべきではない。現代の言語は、類期。ブリタニカ百科事典によれば、マックス・ミュラーの分類は、類似性の指摘が容易であった、セム語派の場合にはほぼ成功しているが、 初期の言語起源を家庭のみに基づいて同定したトゥーラーンの人々の言語においてはほとんどと言っていいほど機能していない。トゥーラーン人という単語は言語分類を主とする学術会合ではもはや使用されていない。19世紀ヨーロッパ文学ではトゥーラーン人として和尺文を行ったウラル語族とアルタイ語族の間の関連性もまた不確かである。 イデオロギーヨーロッパの見知からの研究では、トゥーラーンやトゥーラーン人という単語は、ある特定の精神面を表すことを機として使用されており、例として都市化された農業文明に対する遊牧民的生活を指すというものがある。この使用法は、トゥールヤーというゾロアスター教の概念との関連性が指摘されている。トゥールヤーは言語的、 民族的な区分を目的とした単語ではなく、ゾロアスター教の教義に則っ,った文明を認めない、異教徒を指す言葉であった。自然人類学の見地からは、トゥーラン人の精神という概念は、文化的な論争の余地が認められる。1838年、学者の J.W. ジャクソンは、トゥーラン人種を以下の形で表現した。トゥーラン人は、物質の力が人格化したものである。 彼らは最大集団の発展の中にあっては単なる一個の男に過ぎない。彼らは本質的に野蛮ではないものの根本的に蛮族である。彼は手が直接口に結びつくような柔道前の生活をしているわけではないが、真なる人間の持つモラルや知性を完全には持ち合わせていない。彼は労働し貯蓄を行うことができるが、 高サス人のように考察したり志を抱くことはない。これら優れた人間生活の二大要素が欠けていることで、彼はその能力以上に想念に欠損がある。後者においては、彼は着想の創造よりも知識の習得に貢献するような人々に提供される。イランの愛国主義的な詩人、モハンマド・タギー・バハールによると、トゥーラーンという名前は、 アベスターのタウラ・オダンに由来しており、これは川のはるか彼方を意味する、この表現に現れる、川はアムダリア側を指すと考えられる。バハールは、ト力という単語は中世ペルシア語で、戦士や騎士を意味するというルークに由来しているとも語っている。ポーランドの哲学者、フェリックス・コネチュには、トゥーラーン文明という独自の文明が存在すると主張しており、この文明は、 中力系民族とロシア人のようなスラブ系民族を包括している。この文明の特徴として軍国主義、反地政主義、支配者への絶対服従を挙げている。コネチュニはこの文明はラテン系民族の文明に本質的に劣ると見ている。政治衰退期にあったオスマン帝国ではトゥーラーン人という単語はトルコの愛国主義者により ハンティルク主義というイデオロギーとして使用された。現代においてトゥーラーン主義はトルコの政党である民族主義者行動等のイデオロギーの重要な側面を形成しており、党員は灰色の狼として知られている。現代においてトゥーラーン人という単語は時にハンアルタイ主義として使用されることがあるが、ハンアルタイ主義を前面に押し出した政治組織はまだ存在していない。 フィクショントゥーラーンという名前は、エージ・オブ・コナン、ハイボリアン・アドベンチャーズの中において、空想上の土地として登場する。リアルタイムストラテジーゲームである、ホームワールドに登場する、トゥーラン・レーダースは、トゥーラーンより、名前が取られている。名前トゥーラン・ドフトは、イランの女性名であり、ペルシア語で、トゥーラーンの娘を意味する。ジャコモ・プッチーニ作のオペラであるトゥーラン・ドットは、 この名前から取られている。トゥーラーンという人名は中東地域で一般的に見られる名前であり、バーレーン、イラン、ボスニア・ヘルセゴビナ、トルコなどで生として使用されている。古代イラン神話において、トゥーラーンの人々の祖先とされるトゥーラージュも、また一般的な名前であり、闇の子孫を意味する。イラン神話によると、トゥーラーンという名前は、トゥーラージュの祖国に由来している。 デフホダージ書によると、パフラビー語におけるトゥーラージュの発音はトゥーズフである。同様に、広く用いられている名前、ラージュは、シャーナーメにおいて、トゥーラージュの兄弟とされている。トゥーラージュはまたの名を、ザーラージュと言い,い、これは、金の息子を意味する。ありがとうございます。